はいどうもー、水田亮です。お願いします。お願いします。毎日頑張っていきましょう。はい、トミーです。カンタです。リサです。はい、お願いします。はい、ということでね、福岡から帰ってきました。はい、博多からね、帰ってきました。ありがとうございます。で、僕らがね、博多行ってる日、同日、うん、ちょっとB さんがね、はい、家族旅行に行ってたらしいんですよ。あ、小川さんには聞きましたよ。はい、日曜日ね。なんで、まぁちょっと僕らは時間なかったんですけど、はいはいはい、 B さんからちょっとなんか楽しかった。楽しかった。どこ行ったの？あのね、富士山のとこに行ってきたんだけど。富士山のとこ？いや、なんかその最初富士山？あのバスツアー富士山、富士山富士山には登ってないんだけど、富士山が見えるところに行ってきてる。あー、都内？いや、山梨？あの、静岡。全部外した。俺は全部外した。いや、なんか最初チューリップ畑が有名なとこに行こうって。ああ、母の日、千葉、いいじゃん。母の日のプレゼント、千葉じゃない、静岡。静岡だ。そうそうそう、母の日のプレゼント、おばあちゃん連れて行くことになって、うん、で、おばあちゃん、その自然なもの好きだから、チューリップ畑行こうって行ったら、いいね、そのチューリップも散っちゃってるってなって、そこが、じゃあどうしようっつって、孫4人で行ったんだけど、孫4人とおばあちゃん1人で、うん、会議を、緊急会議を開いて、行く途中にあるところがあって、うん、じゃあそこに行こうっつって行ったら、めっちゃ楽しかったっていう。あるところで、あるところ、そこのお土産を買ってきました。あー、なるほど。じゃあ、ありがとうございます。本来の予定とは全然違うんだ。違うんだけど、はい、結果楽しく過ごせた。いいのね。その気持ちをお裾分けしたい。あー、いいね。いいね。ありがとうございます。あと、はい、旅行行くときに、はい、実は、うん、その、トミーから、はいはいはい、旅行行くんでしょっつって、福岡行く直前に、うん、これ使ってっつって、うん、1万円くれてて、うん、いや、まあね、その、はいはいはい、あれがあるから、その伝わる、これまたみんなに伝わるか分かんないですけど、うん、まあ、こういうその仕事というか、その、うん、こういう場に立ってる人ってかっこつけなきゃいけない時があるじゃん。確かに確かに。かっこつけなきゃいけない時にやっぱかっこつけれるから、まあ人が安心するというか、うん、まあ、特に家族なんて多分そういう部分も多いから、うんうんうん、まあ、ちょっといつも手伝ってくれてるから、うん、みたいな感じでね。ああ、いいことですね。まあ、ちょっと持ってきたみたいな、もうよかったらみたいな感じで渡したんですけど、ね、感じてくれたんですよ、ね、はいはいはい。俺は最初それ、まあ、その高速代なり、うん、ご飯代なり使おうかなって思ったけど、うん、そうね、いいね。そしたらね、ちょっと一品良くしたりできるか、おばあちゃんの。そういうことでしょ。そうそう、ね、だからちょっとなんかこう、みんなで我慢してた何か一個足すとかね、うん、ちょっと贅沢できるかなって、はいはいはい。でもそこに関してはもう俺らがやるという気持ちはもともとあったから、母の日だもんね。そう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 。それ以外でなんかいいのないかなって思った時に、うん、お土産コーナーに入った瞬間にあるものを見つけて、うん、これらに1万を使おうと思った。俺らにっていうこと？そのあるものを見つけて、そこから、うん、あ、この1万をこのために使おうって思って。ああ、もうエンターテインメントにしちゃおうってことね。そうそう、それがトミーから5000円もらったってことでいいじゃん。こういうことだけどね。確かにな。その流れ、確かに1万円渡して楽しんでおいでって言って、うん、ここでカンタが楽しむっていう。俺が5000円もらったね。ありがとう。ありがとう。これ、どんな柄？何柄？富士サファリパーク柄。おお、サファリパーク行ったんだ。サファリパーク行ってきました。え、サファリパークってさ、いいね、あのさ、うん、車で肉、車で肉？肉を横に貼っつけて、ライオンが。だから肉貼っついてんの？貼っついてるからライオンが来る。そうそう。貼っついてんの？あれ、ライオンゾーンがすぐ来るんだけど。え、来てんじゃん。そうじゃん。めっちゃ楽しいあれ。でも行ったことあるの？過去にあるよ。いや、だって大体過去に。未来がね、なんだ過去。過去のやつよ、お前。小さいから。あー、行った記憶がある。ちびカントだった頃行ってたの？行ってたね。まあ、ちょっと大きかったけど、普通の子だった時。普通の子よりもちょっと大きかった。いや、そんな時はねえよ、お前に。いや、お前にそんな時はねえんだよ。基本的に平均よりは大きいから。小さいだろ。めっちゃ楽しかった、本当に。ああ、そうなんだ。車の中だから、はい、その直では触れたんだけども、ほんと、手伸ばせば触れるぐらいの距離までライオンとか。あ、やっぱそうなんだ。え、ライオン、おばあちゃん大丈夫？いや、おばあちゃんも普通に楽しんでた。おばあちゃんもやっぱライオン珍しいもんね。めちゃくちゃ好きでじゃん。まあ、自然が好きだし、おばあ、うちのおばあちゃん。いけんな、お前。であとその草食動物は、窓開けて餌あげてよかったから、キリンとか、そう、キリンとか、あとなんかその、トナカイ、日本鹿で、そこのお土産コーナー入った時に、はいはい、ちょっといいの見つけたんで、あー、ちょっと、はい、ありがとうございます。で、ちゃうと、まあ最初トミーのなんだけど、はい、ここからまあみんなにそれぞれ、うん、あ、いいじゃん、動物をイメージしてみんな、あー、みんなのね、こんな感じかなっていうので、うん、みんなに買ってきてんだ、じゃあ。そう、やばっ、すげえ、1個ずつ買ってきて、いいですね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いいですか。まず、
トミーには。はい。お、一番大きいやつね。おい、ありがとうございます。なんだ？何？うわ、怖っ。何？何？これ何の何？出して、出して。何？お前。これ何？え？これどうこうやってやるの？これね、まあ子供用ではあるんだけど、ライオンのブランケット。これ強そう。こうだ。これでメイン出るようになるわけでしょ？うん。いや、これ一目惚れしちゃって。確かに、やばいよ。うん。完成度。すごくないこれ。いろいろとやばいよ。いや、これはトミーにあげる。このね、顔がね、ガチでね。うん。お、絨毯にもなるの？そう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 。絨毯なんかな？いや、ブランケットって書いてある。ブランケット絨毯にしてもいいし、ブランケットにしてもいいし。いや、それで寝れるってことよ。そうそう。あったかくして、あの無人島とかで。襲われてるじゃん、なんか、な、ここ、こうやって肩掛けする、なんか、一番強いプロデューサーみたいな。あ、確かに。無人島の校長。あ、これすごいわ。え、いいの？これいいね。うん。これいいわ。いくら？おいくら？あの、これ8000円です。え？これ、これで8000円使っちゃったの？会見の時びっくりしました。え、全員の大丈夫？それは、あの、ここに。あ、これで、最初これを見たのね。俺はすごいわ。素晴らしい。あ、よかった、喜んで。これはおもろいな。うん。これで出るわ。まあ、これから発想を得て、みんなにそれぞれ買って。ああ、ありがとうございます。ね。で、その買ってった順番で見ていくか。そう。次買ったのが、キイチの。キイチ？キイチをイメージした動物。キイチをイメージした動物？キイチなんだろう。うわー、気持ち悪い。キイチ。カバー。カバーね。カバーの T シャツ。あ、でもキイチ。あいつ絶対これ好きだわ。材質がめちゃくちゃいい。キイチ好きだぞ、これ多分。いや、なんか、その、おっとりした人。さ感じとかキイチっぽいかな。でもカバーって強いからね。そう。で、けど実は日本に人間が一番襲われてるのカバーなんだよね。なんかライオンを唯一倒せるのがカバーらしいからね。うん。まあ負けんけどね。だから見た目可愛いけどね。今のが理由で多分キイチ殴られる。何もしてないね。あれはこれキイチなんか着てたらおもろいわ。色もねあいつ似合うね。キイチをこれ着てたらおもろいわ。はい。いいね。マンズ。マンズね。そう。マンズこれ。お、あー、ぽい。ゾウの帽子。あー、ぽいわ。ゾウの帽子、あー、いいね。あー、ぽいわ。まず山とか行くから。マンズっぽいわ。あ、いいじゃん。これ普通に嬉しいやつだよ。これいいね。うん。これこそ無人島っぽいわ。え？で、一回、カンタ君。はい、お願いします。カンタ君は、猫の靴下。あー、いいじゃん。猫の靴下って。ちゃんとカンタ君が履きそうな。あー、ありがとうございます。猫の靴下、俺なんで猫の。いや、このタイプの靴下探したら猫しかなくて。でもまあ、カンタ君、靴下探しに行ってない？猫っぽいなって思う。猫っぽい。靴下探しに行ってない？予算的に。あ、予算的に。あ、もうこの段階であといくらだったの？この段階で今もうマイナス3000円。いやー、かわいそう。かわいそう。いや、でもそこはもう単純に自分のお土産代。あー、おばあちゃんの食事が減ったわけではない。がない。これはもう自分のポケットモノ。俺に変わってたら申し訳ないから。ありがとう。ありがとう。以上です。え、B さんは自分にはないの？俺、一応、なんかないかなって思ったんだけど、その、俺のこと知ってるサファリパークのスタッフさんがいて、おお、すごい知名度。P さんですよね、つって、その、おじ、40歳、50歳ぐらいの、まあ、ベテランのおじさんがいて、その人がいてくれて、その、奥さん呼んでくるからちょっと待って、つって、夫婦で、ちょっと挨拶して、お土産買ってって、あの、持ってくんですけど、これ持ってっていいですか？つって、あ、大丈夫ですよ、つって許可もらったやつで、サファリパークの石拾ってきた。